皆さんこんにちは、学識サロンのマーです。この動画は普段から忙しいサラリーマンの人でも短い時間で効率的に学ぶことができるように作っています。またもし忙しくて動画を見れない人も、何か作業をしながら聞き流すだけでも内容を理解できるので、ぜひやってみてください。今回は今ビジネス系 YouTuber として最も注目されている中田敦彦さんの著書労働 2.0 について紹介していきたいと思います。中田さんはもともと吉本芸人の芸人さんですが、 YouTube のチャンネル登録者は100万人を超えていて、その他にもオンラインサロンプログレスの運営やオリジナルブランドのグッズ販売など多角的に活動されているものすごい方です。私もいつも YouTube 見させてもらっているんですが、正直すごすぎて恐ろしいぐらいです。私も YouTube やってるからわかるんですが、2日に1本60分の授業を作り、それを編集もなく、わかりやすく、しかも面白く解説するなんて、やってる側からしたらありえないんですよ。私なんて10分の動画の原稿を作るだけで5時間、音声録音なんて1回の動画で100回以上噛んだりして、編集してなんとかつなぎ合わせてやっと作ってるんですよ。そんな超人中の超人、中田さんが吉本興業の芸人という雇われている立場と、オンラインサロンなどを運営している経営者の立場、この2つの視点から述べたのがこの本労働 2.0 なんですが、一言で言うとめっちゃ面白かったです。こんな働き方の考え方もあるんだなってことを気づかされるポイントが満載ですので、ぜひ最後までご覧ください。今回は3つに絞って説明していきます。それでは早速やっていきましょう。まず一つ目は、やりたいことが通らない理由は準備不足というお話です。あなたも社内で企画を通すとき、やりたいことが通らなくて困った経験ありませんか？そんなときって、上は頭が固すぎるんだよとか、現場の意見をもっと聞けよって思いますよね。でも中田さんはこれは準備不足だから起こると述べています。中田さんは吉本興業に在籍しながら自分でグッズ販売をしたり、パーフェクトヒューマンで有名なレディオフィッシュの活動を行っています。規則の厳しい吉本興業をどう説得したのか、そこで重要になるのは、まず判断を決める上司が誰なのかを明確にし、反対している理由を見つけることです。例えば企画を反対されたら、判断をしている上司に直接または間接的に理由を聞き出します。その反対する理由が、例えば社員一人の意見を取り上げてしまうと、他のみんなも声を上げ始めるのが面倒だからといった理由だとします。これって一見くだらなく見えるような理由ですが、実はよくあるケースだったりします。そんな時の対策は一つ、その上司の発案であるという形を取ればいいんですよ。その企画が自分の意見ではなく、上司が企画したトップダウンの企画とすれば、他に意見をしている社員が増えるわけでもなく、その上司が反対する理由はなくなります。このように反対される原因を突き詰め、クリアできる提案をいくつも用意し、判断をしている上司と交渉するのが企画を通す一番の近道なんですよ。自分がその企画を実現したい目的を明確にし、可能な限り多くの選択肢を準備しておく。今企画をしている人もしてない人も、この考えはどこかで役に立つと思うので、ぜひ覚えておきましょう。2つ目は、お金とやりがいどちらを選ぶというお話です。先に結論から述べると、著者の中田さんはお金という軸で今の自分の仕事を評価すると言っています。あなたの中にも、私は今の仕事にやりがいがあるからそれで十分、お金なんかいらないよという方もいるかと思います。でもですね、それ本心なんですかね。確かに今はいいかもしれないけれど、5年後10年後も同じことを言えるでしょうか。やりがいを持って努力をしても、評価としてのお金は少ない。他の友人とかはどんどん給料が上がっていったりしたら、さすがに切ないなって実感する瞬間があると思います。世の中ではお金という報酬は単なる利益ではなく、評価の基準です。例えば野球選手と芸人では、どっちが世の中に貢献しているでしょうか。どちらも尊い職業ですが、この2つの比較は難しいですよね。でもここでお金という軸を入れると評価は一瞬です。年収300万の野球選手と年収2億の芸人なら、明らかに芸人の方が世の中に貢献しており、評価されていると思います。そもそも日本ではお金を稼ぐことはがめついことだと思い込ませる印象操作があります。日本のドラマの主人公は刑事とか医師とか国家資格を持っているヒーローが多いですよね。そしてドラマに出てくるお金持ちや経営者は決まってでっぷりと太って、料亭で悪巧みをしているイメージありますよね。
一方、アメリカのバットマンやアイアンマンの主人公はどちらも経営者であり、主人公やヒーローには経営者が多いんですよ。確かにやりがいは大切です。しかし、私たちの評価の基準であるお金を稼ぐことに対してバランスの取れた価値観を取っていくべきなんですよね。最後、三つ目は自分が時間をかけてきたことに着目するという話です。あなたの中にも副業が本当はしたいけど人に自慢できるスキルなんてないっていう人多いかと思います。でも実はそんなこともないってことをこの本の中でエピソードとして紹介されています。中田さんがレディオフィッシュのライブチケット販売をオンラインサロンメンバーに手伝ってもらってた時のお話です。全く売れない人が多い中、じゃんじゃん売ってくる女の子のメンバーが一人いて、不思議に思った中田さんはその女の子に、君なんでそんなに売れるの？と聞いたそうなんですよ。するとその女の子はもともと音楽好きで、いろいろなバンドのライブに足を運んでいて、音楽ファン同士の濃い人脈を持っていることが分かったそうです。ここで意外なのは、本人はその人脈の価値を自覚していなかったそうなんですよ。多分ですが、あなたの中にも単なる趣味だとか意識しないで続けている習慣あると思います。それって自分では特別なスキルだと気づいていないだけで、実は価値あるスキルだったりするんですよ。実際私も仕事のためにいつも読んでいた本の知識は、もともとは本業の仕事だけに活かしていました。けどこんな形で YouTube として配信できるなんて全く思っていなかったのが事実です。自分が普段何気なく時間をかけてきたことに改めて着目してみましょう。それがもしかしたら副業ができたり、自ら情報発信できるきっかけになるかもしれません。これまで3つの話をしてきましたが、最後にこの動画のまとめです。 1. やりたいことが通らない理由は準備不足である。自分がその企画を実現したい目的を明確にし、可能な限り多くの選択肢を準備しておく。2. お金とやりがい、どちらを選ぶのか。世の中の評価の基準であるお金を稼ぐことに対してバランスの取れた価値観を持つようにする。 3. 自分が時間をかけてきたことに着目する。もしかしたらそれが副業ができたり、自ら情報発信できるきっかけになるかもしれないという話でした。これでこの本についてのお話は以上ですが、他にも中田さんのこれまでの実績から導き出された考え方が満載で、読んでいて面白い一冊です。説明欄にリンクも貼ってありますので、興味がある方はぜひこの本読んでみてください。短い時間で学んでいただけたでしょうか。このサロンでは皆さんにとって成長できる学びや明日から使える役立つ知識をお届けしています。もしこの動画が良かったなと思う人はチャンネル登録お願いします。またツイッターでは私の仕事に対する考えとかを発信していますので、気軽にフォローしてもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。